どうも、松尾酒造のこれ知ってます。今日はですね、現在昔やったんですけど、消えつつあるものをね、紹介したいと思います。前テレビでこれもやってました。面白いなと調べましたね。びっくりしたのがね、今ね、肌色なんていうの、肌色は肌色ですよね。肌色って今言わないそうなんですよね。テレビでやって調べたんですけど、その肌色というのは、そのなんか人種的にダメだというんですか、特定の色を肌差別するのなんか差別なんのかなと思いますけど、10年ほど前、薄橙色っていうふうに言うそうですね。肌色のこととか、ペールオレンジっていうそうですね。肌色っていうのはなくなったそうですね。それからスズメ、スズメがあのサンバ止まってさえじゃないですか、古いな俺も。昔20年前はね、4000万羽だから、今はね、その半分の2000万羽、確かにスズメ見なくなりましたね、あんまり。最近カラス、ハトの方が多いですね。そういえばセミもね、昔は僕の朝寝取って夏休みですけど、夏休みだったらミーミーミーってミンミンゼミが多かったんですけど、今はね、クマゼミ、まあミンミンゼミ、アブラゼミですか、今はジジ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 っていうあのクマゼミばっかりです、ほとんどね。もうそういうの多いですよね。それから今最近なくなっているのも年賀状っていうのはやっぱり年々減ってるらしいですね。やはりね、年賀状も非常に減っているそうです。それから二宮金次郎像、なんかこう背負ってこう本読んでるっていうのが、なんかなんていうんですか、立って本読むのがあかんとか言う人がおるんですね。よう分かれへんですけどね、そんな言う人の気持ちが僕には。だから今座っている二宮金次郎があったりしてるらしいですよ。本を歩きながら、そんなもう言うたら気にないですけどね。それからあと何かありますかね、他。日本から消えるもの、あ、ナースキャップ、よかったのにね。看護師、昔は看護婦さんね、今は看護師さん。看護師さんからナースキャップ、これも今ほとんどないそうですね。まああんまし邪魔らしいですわ、看護師さん言わせるとね、ないらしいですけどね。まあそれぐらいですかね。それが最近宮形っていうんですか、この霊柩車のいろんなこう竜がバーッと木で掘ってやれる、ああいうのなくなってきたそうですけどね。それから2000円札、もうどこ行ったんでしょうね。今たまに2000円札出されると珍しいなみたいな感じですけどね。だからあえて2000円札持とうかなと思ったりしますけど、2000円札も消えつつありますけど、日本の国が作ったお金で2000円札が消えつつあるってどないかなと思いますけどね。松尾酒造のこれ知ってます。最近消えつつあるものの紹介でございました。今日はちょっと長かったです。どうもありがとうございました。松尾酒造のこれ知ってます。これも消えるんちゃうか。やばい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 。